伊藤岳君私は日本共産党を代表して、国立研究開発法人情報通信研究機構法改正案に対する反対討論を行います。本法案は、ビヨンド 5G を実現する革新的な情報通信技術の創出を推進するため、情報通信研究機構の女性対象事業務,を業務の対象を拡大して、 新たなををを設置すすするものででこれまま同機構をついいてて技術開発支援を行っていますしかし、その研究開発支援の方向性や手法が適切だったのか、検証はされていません。にもかかわらず、将来のビヨンド 5G の世界市場で、我が国の企業シェアを拡大することを目指し、基礎基盤的な研究開発の段階から、国費による集中的な支援をしていくことは賛成できません。 補正予算で求められているのは新型コロナ感染症への対策です補正予算関連として本法案はわずかな審議時間で通すことに厳しく抗議をします以上述べ討論といたします他にご意見もないようですから討論は終局したものと認めますこれより採決に入ります国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案に 賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。この際、ナタニア君から発言を求められておりますので、これを許します。はい